日本を明るくしたい。創業者古川一兵衛のその思いから1884年古川電工創業。日本が電気の時代を迎えた頃に青銅事業と電線事業からスタートしました。銅の電線から産業や社会の発展に伴う電力需要の高まりに応える電力ケーブルへ、さらに通信の進化に合わせ光ファイバーケーブルへ、モビリティの電装化、電動化を支えるワイヤーハーネス。古川電工は社会インフラの整備、発展に貢献してきました。さらにはサステナブルな社会の実現や環境保全につながる新技術、安全、安心、快適な生活を支える新製品、サービスの開発。古川電工の歴史は世の中をもっと良くしたいという夢に挑み続けた歴史でした。世の中が求めているものを、まだ世の中にないものを作り出すことで叶えてきました。現在では情報通信ソリューション事業、エネルギーインフラ事業、自動車部品電池事業、電装エレクトロニクス材料事業、機能製品事業、そして社会課題を解決する新事業へと夢に挑む領域を広げています。古川電工はこれからも技術革新を追求し、社会課題の解決に貢献する新しい技術、製品、サービスの創出に挑み続けていきます。真に豊かな未来を作るために、夢に挑め。古川電工。